アミューズや神木隆之介のなど話が聞きたいです。で、神木くんに関しては、まあもうみんな分かってると思うんですけども、言っちゃいますね、ここでね。あの、テンチムが麻雀で送ってきたの神木くんです、名前。はい。神木くんと佐野ひな子です。まあ、こんなとこでツイッターじゃこんなとこで暴露しちゃいましたけども。はい。まあ、もう映画はね、多分ね、公開されます。テンチムが出てるシーンがほとんどないらしいんで。なんでまあ、もういいです。それに関しては。はい。テンチムは賭け麻雀やってましたけど、LINE の内容を見るに神木くんは賭け麻雀をしたわけではないですよね。もうここはノーコメントにさせてください。麻雀をやってて賭けてない人はいません、世の中に。それが金額が少なかろうが多かろうがです。ただ、